はい、どうも、ピクスティオスです。今回紹介するミニカーはこちら2台ですね。まあ、ニスモのトラック、特注のトラック両方で、ね、紹介していきたいと思います。まずこっちの方見ていきたいと思います。こちらはですね、まず開封しろやって話ですけどもね。全然見えやしない。おっと。こちらですね。こちらですね。ニスモ、トランスポーターですね。コンドル、2000UD のね、コンドルをベースにしたね、トミカですね。実写があるかはちょっと知らないんですけどもね。まあ、これはですね、ニスモオンラインショップでね、一人一台しか買えないね、トミカになっておりますね。以前ね、GTR35 のね、特注トミカとか出ましたけどもね。今回もね、R35 の GT、スーパー GT の車ですかね、多分。それがあったんですけど、まあ、そちらはね、もう在庫がなくて買えなかったんですよね。まあ、いらないわけじゃないけど、なんか、個人的にはまあ、いいか、みたいな。めどせという感じですね。まあ、こちらはですね。まあ、トランスポーター。ネーム、ニスモトランスポーターとなってますね。まあ、こちらはニスモのオンラインショップ。今はまだあるかわかんないですけどね。僕の時はまだありましたね、在庫が。こちらですね。おー、よくできてますね。まあ、これ自身はちょっとね、縮みトミカとなってるんで、まあ、ちょっと、トミカとして、つうか、その、コンドルとしては、ちょっとなんか、物足りなさはございますね。まあ、ちょっと、後ほどまた詳しく見ていきたいと思います。そして、こちらですね、ロングトミカのね、トイザラスオリジナルのね、ニスモ GTR のね、GT3 プロジェクトトランスポーターとなってますね。トイザラスのオリジナル。これは、中古で以前、どっかで買ったやつですね。こちらも開封していきましょう。こちらは本来は店舗で買うやつですね。オンラインでも買えないわけじゃないけどさ。はい、こちらですね。まあ、このようにね、ここにいつものロゴ入ってるかな、この中に。ちょっと小さくね、わかりにくいですけどね。でね、このように、まあ、日産、ニスモ、GTR、GT3 の表記がね、ありますね。後ろこんな風になってますね。まあ、ちょっと2台並べておきましょう、せっかくなんで。とりあえず。お腹空いたんだよな、もう今、ちょうど撮影してる時、昼時なんですよね。もうお腹空いちゃったよ、なんか。まあいいや。ではね、早速ね、こっちの方から見ていきましょう。こちらアクション何もないんですけどもね。まあ、いつものね、トランスポーターということでね。今までロングのトランスポーターとか結構出てましたけど、4トン車ベースのトランスポーターってあんまりないんじゃないですかね。スーパーグレードも元が10トン車ですしね、あれは。三菱のやつも。ファリダカ用のやつ。まあ、日産、ニスモの表記がね、ございますね。後ろもこんな風になってて、なかなかよくできますよね。日産、ニスモ。ちゃんとね、テールランプなんかも塗装で再現されてますし。まあ、縮みトミカですけども、よくできてはいるんじゃないかなと思います。ナンバーもね、なんか、なんて書いてある？F23。なんで F23 はね、日産なんでね、わかるんですけども。なんで F なんですかね、これは。で、まあ、日産とね、ニスモの、タンプ印刷、あと UD の印刷もありますね。で、コンドルのね、グリルも再現されてます。まあ、最近ね、イスズのフォワードベースのね、コンドルも存在してますがね、そちらもね、グリルはUD コンドルのグリルになってんで、ちょっと違和感があって、はっきり言って気持ち悪いですね、あれは。なんだこれっていう感じがします。まあ、結構ね、縮みトミカの割には頑張ったっていう感じがします。普通常品の縮みトミカはね、絶対いらないですけどもね。この特徴のやつはよくできてるなぁと思います。で、続いてニスモ、実際ニスモのね、トランスポーター。こちらトレーラーのタイプですね。まあ、いろんなレーシングトランスポーターね、トミカで発売されてますけどね、特注とかで。トヨタのやつとか。あと F1 っぽいやつとかね、ありますね。まあ、このように後部ドアがこのように開きます。これはまあ、全部同じですね。で、まあ、ヒノプロフィアがベースとなってますね。以前、その、特装トラックとか、特装車の、雑誌見たときに、日産 UD のビッグサムベースの、トランスポーターはね、あるの知ってるんですけどね、こういうカラーリングのやつ。それこそ GT のやつだと思うんですけど、それもミニカーにはなってますね、確か。なんか昔持ってないけど、捨てちゃったかな。なんか結構よくできたやつね、あるんですよ。うん。かっこいいやつ。あれね、結構よくできてる。すごい。
ビッグサンベースのやつ、トレーラーのやつ。捨てちゃったかな、なんかね、結構かっこよかったんですけどもね、今思えばもったいないなという、まあ子供の時の話ですからね、もうそれだって。まあそこはちょっとお許しください。まあ、プロキュアもちゃんとね、ウインカーとか塗ってありますね。しかし、あれだな、五つ銀河のトレーラーが出るまで結構時間あったのもあるんですけど、あの、ヒノプロフィアのあの、トミカのね、トレーラーのバリエーション結構多いですね。てか、これ多分白いだけのやつだと、何のセットか分かんなかったりするんじゃないですかね。結構白いのもあるんじゃないですか。それぐらいプロフィアのそのトレーラーヘッドのバリエーションあると思いますよ。やっぱニスモ、自分はやっぱ日産党なんてニスモのやつとかね、結構買っちゃいますね、こういうのあれば。ついつい、この箱絵もなかなかかっこいいですからね。このカーボンっぽいやつとかね。これはニスモのね、さすがニスモだなというデザインですね。やっぱニスモかっこいいもん。あのね、前回の動画の続きになっちゃいますけど、400R がね、日産 400R がね、登場しまして。これ、バージョンニスモもそのうち発売されるんじゃないかなという気がします。バージョンニスモ出たらね、もっと高くなるけど、かっこいい、うん。マニュアル車が出てほしい感じはするっすね。欲しい。うん。金があれば。金ないんだよ。あ、でも、このニスモのやつね、この、かっこいいですよね。もうトランスポーターだけでもね、全然かっこいい。まあ最近気づいたんですけどもね、バスこれ買わない理由としてね、バスよりトラックの方が好きなんだな、みたいな。自分では自覚なかったですけど、ああ、トラックの方が好きなんだな、みたいなのがありますね。別にトラックが好きでね、やったわけではないはずなんですけどね。ちょっとよくわかんないですけどね。まあいいや。まあ、今回はね、この2台をね、軽く紹介させていただきました。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。